藤枝泉介12月3日から1971年6月6日は昭和期の内務官僚、政治家、衆議院議員、総理府総務長官、自治大臣、衆議院副議長などを歴任した、船田三兄弟の魔帝。長兄は第51.56代衆議院議長の船田中、次兄はローマ法学者の船田教授。所属政党は民主自由党、 自由党日本民主党自由民主党。自民党での所属派閥は、岸信介派、河島昌二郎派、椎名悦三郎派。1907年、船田兵庫の三男として、栃木県宇都宮市に生まれる。後に、藤枝家の養子となる。浦和高等学校を経て1930年、東京帝国大学法学部英法科を卒業。内務省に入省し、鹿児島県。 愛媛県埼玉県群馬県で勤務する。群馬県副知事を経て、1949年、第24回衆議院議員総選挙に、群馬1区から立候補し当選する。以後、当選8回。1954年、大蔵政務次官1960年、第1次池田内閣の総理府総務長官で、初入閣。1961年、 第2次池田内閣の防衛庁長官1966年第1次佐藤内閣の運輸省1967年第2次佐藤内閣の自治省1969年衆院副議長などを歴任憲法調査会委員自民党副幹事長も務めた1971年6月6日63歳で死去ありがとうございます